気づきの加減のみ集められている。移動した。また血鬼術。なんだこの女は。頭を垂れてつくばえ。申し訳ございません。お姿も気配も異なっていらしたので。誰が喋ってよいと言った。
ルイが殺された。何故に加減の鬼はそれほどまで弱いのか。ここ100年余り、十二鬼月の上限は顔ぶれが変わらない。何度入れ替わった？そんなことを俺たちに言われても。そんなことを俺たちに言われても。なんだ、言ってみろ。まずい。何がまずい？申し訳ありません、申し訳ありません、申し訳ありません。お前はいつも鬼狩りの柱と遭遇した場合、逃亡しようと思っている。私はあなた様のために命を懸けて戦います。お前は私が言うことを否定するのか？逃げるしか。愚かだな。もはや十二鬼月は上限のみで良いと思っている。加減の鬼は解体する。最後に何か言い残すことは？私はまだお役に立てます。お前はどのような役に立てる？あなた様の血を分けていただければ、私は必ず血に順応してみせます。なぜ私がお前の指図で血を与えねばならんのだ？違います、違います。黙れ、何も違わない。私は何も間違えない。全ての決定権は私にあり、お前は私に指図した。死に値する。最後に言い残すことは？そうですね、私は夢見心地でございます。あなた様直々に手を下していただけること、他の鬼の断末魔を聞けて楽しかった。人の不幸や苦しみを見るのが大好きなので。気に入った。私の血をふんだんに分けてやろう。そして私の役に立て。耳に花札のような飾りをつけた鬼狩りを殺せば、もっと血を分けてやる。Fingernails, I'm going.